さあ、本日は奥名穂高スキー場にやってまいりました。大自然の中です。ちょっと待って。ということで、今日はコラボレーションです。チームミゼとマッスルリキア、奥名穂高スキー場に遊びに来た。相変わらずアドリブ聞かないね。はい、自己紹介。はい、チーム水江の星水江です。はい、奥名穂高スキー場ベースにスキーキャンプやってます。おお、キャンプやってんの？はい。これは何？水江のところに連絡すればキャンプ入れるの？入れます。ボールキャンプもそうですし、チーム水江メソッドトレーニングもできます。なるほど。さあ、そんなですね、コロナ禍の中、持ち込まない、持ち帰らない、移らない、移さない、そして僕たちが推奨しようと思ってます。スポーツを止めない。そんなね、安全な、奥名穂高スキー場にやってまいりました。この後館内をね見て、どれだけ、みんなにそのコロナに移らないような対策をしているか、皆様お届けしたいと思います。そしてこの後一緒に進みましょう。はい、今日は奥名の急斜面をバッチリトレーニングしていただきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。まずはどうぞどうぞ。お、入り口に入ると、おお、指先に消毒ね。はい、お願いします。あ、これグローブの上からやってもいい？これで大丈夫ね。大丈夫です。お、続いて検温器がありますよ。出ないじゃん。お、30、低く35度8分、低く。まあでも安全だね。このようにスキー場は全て、シールドをかかって検温もあって消毒もあって、安全な場所です。まずこのスキー場に持ち込まないのが一つと、持ち帰らせないコロナなんかいないスキー場です。それではちょっとね、この後試合人にお話を聞いてみたいと思います。どうぞ。はい、さあ試合人、自己紹介の方お願いします。あ、奥名穂高スキー場所長の高橋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、コロナ感染対策として、はい、いろんな、施策があると思いますが、はい、例えば代表的に、推奨しているところはどこでしょうか？あ、まあ基本ね、どこをやってらっしゃるとは思いますが、基本的にはアルコールの消毒から始まって、はい、密にならないように、それから接触する、まあ、スタッフ、お客様、まあ、感染対策はいろいろやってますんで、はい、バッチリですね。はい、まあ、僕も本当思うんですけど、コロナが出てなければここにはコロナはいないと。まあ基本そうですよね。そうですよね。そうですよね。だからソーシャル、どっかから飛んできたとかっていうんなら話別ですけど、すね、まずないみたいですから。はい、はい、まあそうなるとやっぱり、大自然のスキー場はとても安全ですよね。そうですね。まあ、そんなですね、奥名穂高ですけど、東京からすごく近い位置にございまして、沼田インターを降りてすぐです。スキー・スノーボードが楽しめる、そんな、コロナ対策が最高な大自然の中、まだ営業まだまだしておりますんで、このような緊急事態宣言があっても都内にいるよりは来た方がいいんじゃないかな、なんて思いますけど。そうです。はい、所長が最後にこの映像を見る方に一言お願いします。はい、奥名穂高スキー場、基本的にはもう雪はもうバッチリなので、ぜひね、まあ、こういう言い方はちょっとあれかもしれませんが、家の中ばっかりいて鬱憤が溜まってる方、ちょっと外に出て憂さ晴らししましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。スポーツを止めない。滑りたくなるよ、気持ちいいから。はい、バーンが硬くて最高です。ね、奥名穂高で最高なスキー場貸し切りです。そしてコロナなんか全くいません。持ち込まないし持ち帰らない。そして滑った後は神社にお参りして帰りましょう。